セルゲイ・ゼニョフは、エストニア・パルヌ出身のサッカー選手。FC フローラ・タリン所属。エストニア代表。ポジションはフォワード。地元のパルヌ JK でサッカーを始めた。パルヌ・バプルス所属時の2006年3月8日、TVMK タリン戦でメス・タリリーがデビュー。2006年7月、FC、TVMK タリンへ移籍した。2008年2月、 ウクライナプレミアリーグの FC カルパティリビウへ5年契約で移籍した。2010年9月16日のボルシアドルトムント戦で UEFA ヨーロッパリーグに初出場を果たした。2014年7月3日、エフルチャンピオンシップのブラックプール FC へ1年契約で移籍した。得点を挙げられないまま、同年12月2日に退団。2015年1月12日、 ロシアサッカープレミアリーグの FC トルペドモスクワへ2年半契約で移籍した。2015年6月16日、アゼルバイジャンプレミアリーグのガバラ FK へ2年契約で移籍した。2016年3月19日のアムカル・ベルミ戦ではチームとして500点目となる記念ゴールを決めた。2017年6月27日、エクストラクラサのケース。 クラコビアへ一年契約で移籍した。カザフスタンプレミアリーグの FC シャフチョールカラガンダを経て2021年1月20日 FC フローラタリンに移籍。14シーズンぶりに故郷のエストニア一部リーグに復帰した。2005年より各世代のエストニア代表でプレー。2008年8月20日マルタとの親善試合で A 代表デビュー。 翌9月6日に行われた 2010FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のベルギー戦では、A 代表初ゴールを決めた。ありがとうございます。